いやだ、何かしら迫ってきたわ。私は神だ。お前もそうだったのか。私も神だ。それでは今回は全自動猫トイレのペットスノーウィーを紹介するぜ。まず登場したのはペットスノーウィーと書いてある厚紙だ。裏っちょには設定方法が書いてあるぞ。親切丁寧だな。はーい、おい、笑ってんじゃないよ。ちゃんとやらないとダメだよ。尻尾残し。ほらカニちゃん、ダメダメ、もう尻尾残しとかもう撮影してんだから。そしてこれが10枚まとめて入ってるゴミ袋。そしてこれが消臭パック。消臭パック。おお、これは消臭パックだ。ダメダメ、ちゃんちゃん、もっとおすすさせてよ。もうケチやだね。うわー、意地悪だ。そしてアダプター。あー、おすすおすす。トイレの入り口に設置するマット。おお、ちゃんちゃん、シリコンみたいな感じなの。そうだね、そんな感じ。それではお待ちかねの本体の登場だ。重さが 14.6kg ということだけど、意外と軽く感じたかな。あ、もう最高。自動トイレってもうこんなになってんだ。今実は口をとんがらがしてます。はい、スタッフさん、入ります。もうちゃちゃん、もうそういうのいいから、もうただ映りたいんだろ。さあ皆さん、見どころ、袋開けますよ。よいしょ。さあもう一丁。よいしょ。さあ皆さん、お待ちかね表面の登場でございます。さあ見てってください、どうぞ。はいはい、皆さんご安心ください。入ってます、入ってます。やべ、抜けられなくなった。ちょっと助けて誰か。ちょっとちょっとカリちゃん、ちゃちゃん、ちょっと助けて。抜けられない。やべえ、マジで。おー、いいフォルムだね。あー、すごくいいね、この肌触りね。じゃあ押しちゃうよ。清掃ボタンにゴミ箱ボタン、そしてリセットボタン。はい、じゃーん。マスター、今日やってる？よし、久しぶりに行きつけのスナックでも行こうっと。久しぶりに休み取れたからね。今日はしこたま飲もうっと。今日休みだ。ガーン。あれ、スタッフさんがいない。スタッフさんが、スタッフさんがいないよって、みんな心配してるってところで、ゾーン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 。びっくりした、みんな。騙された、イエーイ。騙された、みんな、騙されたぞ、イエーイ。さあみんな、この上蓋をゴーンと外すよ、この上蓋ゴーン、ゴーンって外すよ、この上蓋を。見て、みんな見て、この上蓋ゴーン、ゴーン、ゴーン。さあそれでは行ってまいりましょう。オープン。猫砂を入れるところはこんな丸くなっていて、最大9キロの猫ちゃんが入れます。俺、狩りの行きつけのスナック屋さんが改装中か。なんだよママさん、一言言ってくれればよかったのに。はあ、ちゃちゃん、自動トイレどう？すべてスケルトンで、そして軽量だからもう最高だよね。なるほどね。令和5年にもなるとこういうのがトイレになるか。あとはアダプターにコンセントをグサッとさして、そして本体にもグサッと。はい、前通ります。ちょっとカリンちゃん、今撮影してるんだから、もうトイレの前に設置するシリコンのトイレマットを設置するぜ。そして消臭のやつを設置する。ここ見て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 、じゃーん。装飾灰を贅沢に使った最強の消臭システム。さらに消臭パックをつけて悪臭退散。ペットスノーウィー。猫ちゃんがこうやって来るでしょ。そして猫砂の入ってるこの中に入ると、おトイレしたらムーンウォークで降りてきて、お、反動つけてジャンプで出るのか。ピーン。足を伸ばしただけだった。1個固まる鉱物系の猫砂を入れます。5リットルでちょうどこのマックスライン。トラトラトラテテテレ。あ、違う、これスーパーモンキーだった。それではおしっこの代わりにお水を入れてどんな動きをするか見てみよう。猫ちゃんがおトイレから出た数分後に自動でお掃除と消臭が始まります。お掃除中の音もかなり静か。図書館や静かなオフィスと同じレベル。排泄物はこのダストボックスに落ちます。なんと10リットルも入るから、ゴミ捨ては2週間に1回で OK。 ぐるぐるって巻き込んで、そして折って完成。テレテレー、寝っておいしい、寝るね。今まで使ってた大きめのお気に入りのトイレ、トイレの場所は同じ方がいいかなと思ってこちらに設置しました。新しいトイレに入ってほしいので、今まで使ってた猫砂を新しいトイレの方に少し入れておきました。うわー、生手だーって思った人いると思いますけどね、僕プロなんでね、生手でいっちゃいます。でも綺麗でしょ、よく見て見て見て、ドーン。ウェイ、みんな引っかかった。イエイ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 、引っかかったダンス、引っかかったダンス、イエイ。みんな見て見て、引っかかったダンス、イエイ。カニちゃんから一言、イエイ。みんな引っかかった、引っかかったよ、ドーン。
設置は無事に完了。あとはこのペットスノーウィーに入ってくれたら嬉しいですね。組み立てる段階で興味はあったみたいなので、なんとかなるかなっていう感じです。あ、そうそう、あと慣れるまでのうちはこの上蓋を取った状態で試してみたいと思います。まだまだこのペットスノーウィーの魅力はたくさんあって、もちろん多頭飼い対応、アプリの操作や体調管理、セーフティー機能、猫砂の飛び散りを軽減する設計、そして簡単にお手入れができるなどなど伝えてない魅力がたくさんあります。このペットスノーウィーが気になる方は説明欄のリンクからチェックできます。そして今後このペットスノーウィーを使っていてどんな感じになるのかってところは各所 SNS で報告したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今朝起きたら トイレの方がなんか異変があって、ちょっととりあえず皆さん見てください、こちらです。今見せますからね、こちらどうぞこちら、こっち トイレのこのなんか見てください。あ、ほら砂が乗ってるでしょ。砂乗ってるなと思ってこう奥見たら、あの鳴らしてあったトイレの砂が平らになって猫砂が出てました。カリンちゃんどう？これは明らかに誰かが入った形跡があるよ。だよね、カリンちゃん。誰が入ったのかな。それは分からないよ。カリンちゃんも分かんないか。ちょっとチャちゃん、誰かトイレ入ったと思うんだけど、誰が入ったか分かる？チャちゃん。なーに、もうそんな、チャに聞かないでも分かんないんだから、おやすみなさい。チャちゃんも誰か分かんないんだ。あー、とりあえず皆さん、誰かがあのトイレに入ったようです。まあ、一安心というか、まあ、よかったです。以上、現場からでした。はじめは使う気はなかったのですが、周りの人から勧められて仕方なく使ってみたんだよ。そしたら急にやりたいなって思ってこのお部屋に入ったら、いつでもやるための最高のコンディションになってるんだよ。さらに前やった人の匂いもほとんど残ってないからね、いつもフレッシュな状態でやれるんだよ。そしたらあまりの気持ちよさで私もこいつにハマってしまいました。今ではこれがいつかなくなってしまうんではないかっていう恐怖すら感じるようになったんだよ。ああ。